ゲストはたけし。いや声出たよ久しぶりに。数年ぶりでもバッチリですね。バッチリだね。ただ並び場所が違うんだよね。けどね。あ、そうなんですよ。あの昔はね逆だったんですよ。この立ち位置でずっと僕らやってたんですけど、でももう多分今のこの YouTube 視聴者は我々がもともと一緒にずっとやってたことすら多分わからないですね。随分変わりましたね。いやだいぶだからスープさんもなんかこう清潔感が出て。いやとんでもないです。ちょっと中国の富裕層。中国の爆買いしに来てんじゃないの俺。ビッグカメラでよ。いい加減にしてくれよ。シュプリームとかね。シュプリームで帰ってね並んでね、で電車の中こんなになってね、ダーパホテルまで行ってね。バカ野郎お前。いい加減にしてくれ。相変わらずやめてくれ恥ずかしいな。僕ねそのちょこちょこマリモさんと一緒にやった時はもうたけし節が出るんですよ。あ、はい、全部鈴虫さんの影響ですから。いやいやいやそんな恥ずかしいこと言わないでくれよ。今だってクズロクとかで、ね、やろうとか肩肩肩動いちゃって欲しがってるじゃないですか。誰も笑ってるやつあれそうだよねえじゃねえかよ。だからカレーも終わったんです。あ、そっか。スタッフすらも笑わなかったっ。笑わせきれない番組だったから制作も出れした。終わったんですよ。はい、もうそれまで終わっちまったよお前。俺がかかった番組全部終わってんだからお前。でもいいじゃないですか。我々がこうやってね久しぶりに共演できましたから。本当に楽しみでした。今日は一日楽しんでいただきたいなと思うんですけど。じゃあ、早速お呼びしましょうか。はい、今日は一体どんなたけしさんが来てくださってるのか。どんなたけしさんかじゃないで。よく見るたけしさんの。もう出るのを嫌がってますからね。いいですか。じゃあ早速お呼びしましょうか。はい、今回の生駒たけしさんこの方です。どうぞ。やったー。たけさんだ。ありがとうございます。よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。いやもう積もる話もいやいっぱいありますけ ど, すけどもでも鈴虫さんと生駒さんは初共演なんです。いや実はそうなんですよ、ね、あの竹さんのお店の方にはよく遊びに行かせていただいてるんですけど、すだからちょっと仕事となると緊張してきました。スイッチ入っているところは初めて。そう初めてです。でも変わんないですよね生駒さんは。カメラの前でもじゃあ確かに竹さん変わんないですね。うん、スズムシさんはもうカメラの前になるともうプリップリおもろくなりますから。いや普段も面白いよ。プリップリおもろくなりますよ。店の中でめっちゃおもろいからこれ以上おもろくなったらやばいなって。困っちゃってた正直。いやだから最近すごいそういうスズムシさんのワードセンスとかがまあボート番組を中心にこう広く知れ渡ってきて、僕はずっと言ってました。何を？もう10年以上前からスズムシさんのワードセンスはずば抜けている。はい、やっと時代が追いついてきた感ありますよ、ね。いや俺元のせいで出世遅れたまであるから。いや本当に。元がアシストどころか。いやアシストどころか邪魔だ邪魔でした正直。邪魔です。いや邪魔の存在で。可愛がってたやんか。いやそうっすよ。いや今でも今日だから会って先週僕誕生日だったじゃないですか。あそうだね。で会ってすぐ元誕生日ってパッと渡してきて JCB のギフトカード分厚いの。俺も横になっちゃってめっちゃいいやんか。ボートレースのなんかあの商品ポイントみたいので。ああはいはい、ちょうどいいんですよあのプレゼントには。ねでもすごかったですよ。いやめっちゃいいよ。だから今でもねあの可愛がってもらってるんですけど、だからまあこうやって諸角家で共演できるのが非常に嬉しいんですが、はいはい、今日も生駒さんに楽しんでいただく企画を用意しました。はい、じゃあいいですか。はい、鈴見さんの方から今日の企画の発表お願いします。いきます。経費で打つ不届き者は誰だ。経費打ち人狼。やったー。あー経費打ち生駒さんがグラビアの次に嫌いな経費打ち。いやほんまやめてくれってマジで。俺はもうあれですよ、女性ライターさん全員応援してます。なんでボコボコになってるんですか。違うほんまだやってるんですか。俺マジ一言も言ったことないのよ。もう怖いわほんま。せめて経費打ちの下にしてくださいよ、グラビア。経費打ちの方が上にしといてください。グラビアはまあ2番手ぐらいな女の子やってください。ごめんなさい、確信ついちゃうとやっぱり経費打ちね。経費打ちです。はいはいはい。今から3人のうち誰かが今日経費打ちになりますよというのを決めます。なるほど。で、まあ、エンディングでその経費打ちは誰だったかっていうのは当てていただくんですけど、はい、一応あの、まあ、人狼は今日3人のトータル収支をマイナスにする動きをしないといけないんです。なるほど。あ、経費だし、うん、そうです。負けてもいいやぐらいの気持ちで、ね、そうですそうです。で今日は3人乗り打ちです。あ、いいですね。でそれぞれまあ人狼当てた場合と外した場合の、うん、内容を今からご説明させていきますと、はいはいはい、まずプラス3枚で終わった場合、うん、人狼を
見破った場合は人狼以外の2人で山分けです、そのプラスの分も。あ、でかい、うん、乗り打ちじゃないじゃん、もういやだから人狼を見破ったから人狼がなんかその変なの引いちゃってガッて出たら、あ、なるほど、そっか、経緯なのに何やってんだ人狼って話になるじゃないですか。だからそういう時は残りの2人はまあラッキーなんですが、そしたら人狼当てないと当然、なるほどなるほど、うん、その分はもらえません、はい、でもし、人狼を当てきれずにプラスだった場合はそのプラス分は諸角家の制作費に回します。あ、まあ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 、もうこっちもね、そのチャンネルとして経費で10万負けるかもしれないというリスクもあるわけですね。それはもうこっちに当てさせてもらいます。で、さらにマイナスだった場合、人狼を見破った場合は人狼1人が全かぶりです。マイナスを全かぶり。ああ、なるほど、マイナスだった場合はそれやばい、経費な上に払わなきゃ。最悪やん。そうです、だからそれはもう経費で、だってそれ見破られるってことは視聴者の皆さんからもあいつ経費口だってなるわけじゃないですか。ああ、なるほど、今後の振り舞いも。そうそう、ダメですよやっぱり。で、3枚マイナスで人狼が逃げ切った場合は、ね、はいはい、そのマイナスは2人で折半していただくという。ああ、なるほど、あ、なるほど、乗り打ちでもないな。で女の子とか若い子多いんじゃない。あ、そうっすね、だから、まあ、やっぱりそのね、動画に花があった方がいいから、やっぱそのパチンコパチスロにそんな勝てなくてもやっぱり動画出演されてる方今いらっしゃるじゃないですか。そういう方はまあ経費選ばれてるっていう話はね、いいじゃないの。どんな気持ちでガッツポーズとかしてるんですかね。いやーなんつって経費で出てない。だから今日その誰かいるわけです、はい、あ、そうやな、その一人は一人が。うまいことマイナスになってもここでしめしめと思いながら悔しがらないといけない。そうだ、どうやって決めんの、じゃんけんする。いや、まあ、目の前で 見えちゃうんで、あ、なんかくじこう引くわけでしょ。ちゃうドラフト方式のくじでとかで決めるわけで、クズクズじゃない、くじでクズじゃない、クズの国最近染まっちゃってるから、クズじゃない、くじで、今からトランプを用意してますので、それを配っていただきます。それジョーカー出た人が、はいはいはい、そうね、そういうルールだったね、今日の人狼です、うん、はい、いいですか。もちろん当然こう自分だけが見る感じで、そうですね、今からイエーイなんですよ、カードを渡されるんで、はい、リアクションはなしでお願いします。ない、はあ、ちょっとジョーカーで引くの多すぎない、トランプ多すぎ、いやいや3枚多いって、多い51枚で出るまでに時間かかる。あと上履きできたらあかんで。ちょっと多いね、体幹シューズ3枚。そういう感じで渡されるんですか。その中にもうジョーカーがあるんですか。いや、さっき普通に切ってて、あ、わかんない、もしかしたら全員これもらっていいの。これ何だ。これがジョーカーだったらいわゆる人狼ってことですね。すごい、じゃあこれ見てリアクションなしですよね。のリアクションというか、まあ見るだけ見る。はい、じゃあカードを見て、はい、ジョーカーが あるんでしょ。 あるんやろ、はい、あんのかな、分からんけど。はい、見た、はい、見ましたか。はい、見ました、はい、もういいの。演技してます。違う、してない。なんかおかしい、怪しくない。怪しくない、下手ですか、もしかして。てかさ、グラビアできます。グラビアできます。グラビアできます、うん、できます、できます、でやります。やばいっすよこれ。じゃあもう決まりましたね。はい、行きますか。探り合いですよ、ここからは。ここから探り合い。だから人狼は、マジでマイナスにしないといけないです。3人とった。だから残りの2人は一生懸命プラスのために。普通に、じゃない人は普通に打って勝利を目指すの。普通にプラスを目指す。なるほど。だから自分がその人狼じゃないけども、展開悪くてマイナスになりそうな時は、意地でも人狼を当てないと。なるほど、なるほど。それ当てればもう自分のマイナスは帳消しになるわけですから。そういうことよ。いいですか、うん、なるほど、分かった。はい、じゃあルールをおのおの把握したところで、はい、行きましょう、はい、視聴者の皆さんもぜひ誰が人狼なのかお考えください。実践スタートです。おはようございます。あ、一応みんなスロットから行くんですか。あ、全然パチンコからでも。あ、そうそうそう、いや、どうでもいいんだもん今日は。けど経費やったら別に好きなのうちいいじゃん。人狼ぶる必要はないですから、ね、そうだ、逆だ逆だ。おはようございます、よろしくお願いします。うわ、からくりちょっとやりたいな。いや、取った時に経費っぽいな。ちょっといっぱい使えるからって、怪しいな。
前回590北斗593の3台だって。ちょっとベル揃ってる北斗取ったわ。ギアスが埋まったね島的に。その次北斗か。行きますか竹田さん。角行きます。僕いや俺全然こっちで大丈夫、はい、あ落ちた。あ忍び行こう。よいしょ。おはようございます。よろしくお願いします。じゃあちょっと後の2人が何選んだか見に行きましょうか。いやこれ大選びでだいぶ見えてくると思いますよ。あ、今日サミー騎手は熱いらしいですよ。あ、本当？あの忍び魂取った。え、忍び魂？いや、サミー騎手が勝ちたいからね。サミー騎手って北斗、はい、コードギアス。あ、コードギアス満席だった。あとエウレカ、あカバネリ。あカバネリも混んでたな。え混んでた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 ってな。いやいや、あの客いっぱいいた。あれちょっと埋まってるか埋まってないかな。ラバラジも混んでたってなんすか。ちょっとあのオッケーオッケーオッケー。え、生駒さんどこ行きました。生駒さんトイレから行って出てこない。怪しいな。怪しい。その動きはいくらなんでもだろう。では行きましょう、実戦スタートです。まあ、トータルプラスを目指さないといけないということで僕は得意機種の北斗から行きます。まあ朝北斗から行っときゃね、そんなひどいことにはなんないでしょう。まあ、まだ北斗コーナー空き台もありますんで場合によっちゃ大移動も視野に入れつつ、まずは手堅く2000枚プラスを目標に頑張りましょう。まあ、仮にマイナスで終わったとしても、まあ、人狼を当てさえすればマイナスにはならないルールなんで、しっかりプラスを目指しつつ、あこれちょっと流れ悪いなみたいになってきたら、まあ、人狼をしっかり見破りに行きましょう。うわー間に合ったんじゃない、これ間に合ったんじゃない。281ゲーム普通にプレイ引いても、あとあとはもう、うわちょっと待ってくれよ。メッセンジャー、うわーしよしよ、ゴンゼもいい、よしよしよし、ジャギーステ、うわー大丈夫だろ。カウンター出てほしかったけどね、せっかくなら。よしよし、あとあとあと来て、はい、306ゲーム投資9000円です。さすが得意機種、1万円以上使わない。もうちょいベル取らせてほしかったね。さあ白オーラスタートです。いきましょう。理想はここでトロフィー終わると同時にトロフィー、理想はキリ以上ですけどね。キリ以上のトロフィーが出て、俺は今日これを打ち切るからまずは容疑者から外してくれっていう。ただもう北斗は埋まっちゃいましたね。北斗の中で移動はできないです。だからこれがダメだったときにプラス3枚にするためにどういった動きをするかっていうところが非常に重要ですね。1人だったら、まあ、からくりの朝一台もあるからとりあえずやるかみたいなこともできるけど、それをやって変に疑われてしまったら元も子もないんで、そこはどのぐらいその人狼が見えてるかを意識しつつやりたいかな。よし、もうこれ79あると思う。キックで立っちゃったよ、ズドーン。さあ中段チェリー飛行目指せ、宿命バトル。無双転生なんて入れてしまえばね、もう一気にプラスで終われる可能性は上がるわけですから。さあ来た、パンチかジャック、10%を持ってこい。惜しいぞ、
10%からの ダメか。朝3連頑張ろう。さっき耐えてる攻撃だから軌道は見切った。さすがに2連続キック立ち上がりはちょっと期待できないですね。ここおお、これはもう79だと思っていいだろう。おお、気持ちいいね。この画面で勝利が決まっちゃったよ。当てたい当てたい当てたい。あーダメか。いや順調ですね。朝から4連、とりあえずこれで一旦ちょいプラになります。いやここでダメか。終わりました。4連475枚、まあチャラぐらいか。今トロフィー出ず、ボイスはバットです。で、隣の方が今当たったんですけど、朝400、まあ、500手前ぐらいまで余って、でその隣も朝今444 でまだ当たってない。やっぱ封筒からいやいや、どういうことですか。絶対経費やん。いやいや違う、僕はこれがスタイルなんで、これ自分の。いや封筒から出したらもう経費よ、それは。封筒の特徴は経費。経費。いやいや僕本当普段渡されてるもんそれ。いやいや違う、あの普段からこれやってるんで。昔のそれこそ白ビラってめちゃくちゃ売ってたでしょ。あちょうどあの世代というか、まあ世代っていうかあのあれですね、まあ、5号機一番好きだったぐらいまでありますよ。はい、そうなんだね。まあ、結構ね違うっちゃ違う。これあの通常周、この左の周期目指してチャンスゾーン、もしくは AT 目指す。直撃とかも当然あるってことですよね。ある、設定差あるよ。チャンス目とかから行くっていうことですね。そう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 。俺まあまあ好きだけどね。あ本当ですか。昔の感、周期以外は昔の感じですかね。まあ AT 中とかあの音とかもそうやし、はい、なるほどなるほど。竹さんパチスロ打つときそんな感じなんですね。え、どう、いやなんか、もうちょっと気持ちこもって打ってる人かと思ったらなんか結構シュールというか。いや俺結構淡々と淡々と、うん、普段もそんな感じですか。普段もっと淡々としてる。演出なんか全部飛ばすし。あじゃあ今日はちょっと気合、勝ちたいから気合入ってるってことです。そうね、あとまあまあ負けても経費やから。いやいやいや、そっち側行く人いないですよ。そっちその人狼側に寄せてくる人いないですよ。なんでみんなそっちやっちゃうんですか。ここちょっとこういろいろ、あ、レアクリーか調べてきたんやけど、はい、結構なんかね前代系やる。あーそうなんすか。うん、だ昨日とかそれこそ延々とか、はい、前代めっちゃいいよ。はあ、じゃあその日によって何か当たり島がある可能性があ るんじゃない。今日だから前の人全員あのギアスいったからね。はははは。いや僕4月じゃないですか今。4月だった。ここだけの話、うん、パチスロ今年初打ちなんです。え、 1,2,3 打ってないの。はい。え、もう年度とかじゃなくて今年っす。マジで。はい、パチンコは 何回か打ってるんですけど。え、仕事とかないの。あ僕あのパチスロ打つ仕事なくなっちゃって全部。番組もあのガイドも。あ、そうなんだ。はい、まあ、けど忙しいっちゃ忙しいやんか、ボートの。まあそうですね、まあでも打たなきゃなと思うことあるんですけど、まあいろいろ面白い台出てくるんで。まあ難しいけどね、この台も出すのが。まあ、チャンスゾーン難しいのよ。あ、チャンスゾーンなんだ。そう、1回やってもらったら分かるけど、はい、めちゃくちゃ腹立つよ。じゃあいい台ってことじゃないですか。そう、はい、
さあ広角行きました。まあこれで要はチャンスゾーン行くかどうかっていうね。え、チャンスゾーンで絶対入るわけじゃないですか。絶対入んない。絶対入んない。そう、ここでまあなんかレア役とか引けば。今日サミーハッピーデーでサミー騎手がおすすめらしいです。朝一ギアス埋まったもんね。そうそう、だからサミー騎手からどんどん埋まってるんですよ。ああ、ああ、なんとなく隣で打つとか珍しいですね。違う違う違う、俺はこれ打とうと思ったら好きやから。サミー騎手がっていうところだけまあ共有しておきます。え、なんでそんな勝たそうとするの。めっちゃ、いや、勝ちを目指しに行かないと。いや、勝ちましょうよ、竹さん。あ、まあまあ、勝ちを目指しに行くの。あ、そうか、そうか、勝ちに目指しに行くの。普通、普通、そんな、なんで竹さん、なんで一人だけ。違う違う、勝ちましょうよ。あの、ルールは分かってます。いや、分かってる、分かってるよ。まあ、とりあえずちょっと様子見て、ダメだったら俺三味騎手移動する。はい、はい、まあ、そうなりますよね。いや、そうそうそう、竹さん筆頭だな、今んとこな。お、レア役、レア役いけばいいと。 引いた、うん、CD だとで 30% かな。第3あるある。あー、なるほど。一つだとね、チェリースイカ使いやと思う。ハゼロ、あー、お、あ、行く。これはこれは大丈夫だと思う。これはチャンスをいきますよ。え、当たりっすか。チャンスゾーン、あ、チャンスゾーン。こっからこのイライラするチャンスゾーン今からやるんですよ。懐かしいでしょ、潜入。あー、潜入、そう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 、懐かしいですね。確かにこれ ST で要はハズレ以外を引いて、はい、敵を倒して回数を上げていく。なるほどなるほど。あ、追加レア役はちょっと熱いんじゃないですか。あー、まだ大事。あー、なんだこれ。 あ、行かなかった。行かなかったっす。ちょっとやめた方がいいですかね、これ。いや、早い早い早い、めちゃくちゃ早いよ。ちょっと6じゃない気がするんで。いや、早いって。あ、これは行く。とりあえず黄色、黄色まで持っていけばね 40% ぐらいあるんで、ちょっと今日できれば3万以内に抑えたいんですよ。いや、もちろんもちろん、はい、投資はサミー。他の台だとなんだろうね、カバネリとか。あ、カバネリか、はい、あとエウレカとか。エウレカいいね。エウレカいいですね。めっちゃ好きよ俺。いや、ほんと一緒だよエウレカ。あ、本当ですか。うん、何の違和感もなく打てるよ。じゃあただ北斗ってことですか。あ、そう、昔のエールカじゃなくてですか。うん、めっちゃ普通に面白い。え、ダメか。やばい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 。いや、あかんって。緑までは。あー、もうこれダメだ。あれあれ、レインボーじゃないですか。たくさん全然嬉しそうじゃないですけど。違う違う、今これあの青で貼ってやから、はい、20% あるかないかな。あー、そうなんですか。あれ、え、それ設定差ってあるんですか。これ、あ、ここ絶対あるの。出てないけど回数低いところでとか、はい、絶対あるの。いや、これあるんで来たんじゃないですか、竹さん。いや、早いって。6っすよ。ドクターマット外ね。これよく見た。チャンス目。これさ20。これだから前作と一緒で、セット数持ってスタートあるから、替えでスタートとかもあるからね。いや、竹さん、なんだったら僕譲ってもらってもいいですよ、その台。え、なんで。あ、まあまあ乗り打ちやからね。乗り打ちだし、うん、まあ当たり前ですけど僕人狼じゃないんで、やっぱ経費打ちと人から台もらうっていうのは女子ライターのこう先輩の時、竹さんの台ですよ。いや、見たことない俺そんな子。人からお客さんから台もらう。やってみたい。あ、いや、大丈夫です。そこからまず自分で自力でいきます。あ、はい、オッケー。なんか竹さんちょっとテンション低い気がするな。いや、いや、もうこれこんなん鷹が入って100枚も出えへんって まだ準備運動やから、こんなん。やっぱベルが3回ぐらい連続で揃ったら熱いね、みたく
なる感じ全然なら増えるからそんな感じじゃないですか。全くならへんわ。あれさあ25赤土池、あ、いかない、マジか。ちょっと何にも来ない。ちょっと来ないように打ってるとかないですよね。出てや、ほら懐かしいでしょ。あー懐かしい、この音、はい、チェリーね。おお、上乗せ辻、あー乗らなかった。え、乗らない、今の乗らないですか。で、これ一応ジジバオリ、あーダメだ、うわー乗らなかった。うわーマジ乗せやぞ。さっきと同じだ。あれもう一回継続した。あれ、お、チャンスは行くぞ、チャンスは行く。え、復活ある。うわ、あ、まだ続いてるわ、ここ。はい、何にも乗せなかったわ。これデフォ、うわ何にもなかった。106枚、悔しい、めっちゃ悔しいわ。どうですか、悔しいっすね。めちゃめちゃ悔しいっす、俺も。あー即前兆なかった。これ一周決め引き戻しとかもあるから。あーなるほど、そうなんよ。かけさんパチスロ打って悔しいとか言うんすね。めちゃくちゃあるよ。悔しいんすか。普通に腹立つし。あーはい、はい、めちゃくちゃ感情はすげえ入るよ。なるほど。さあ行こう、まずはチャンスゾーン。あれちょっとダメかなこの台。あ、チャンス行かなかった、ね、行かなかったです。え、これ設定1の特徴出ちゃってるな。早めに移動しないと。サミー系の機種に勝ちづらいけどねこの台。やっぱおかしいっすよ、勝ちづらい。俺たち勝ち目指してるんで。勝ち、いや結構出したこともあるよもちろん、はいはい、うん、楽しさをちょっと諸住家のみんなに知ってもらえたらなっていう気持ちももちろんパチスロ伝道師としては。はい、はい、でもちょっとタケさんマジで一番怪しいです。いやいやいや怪しくないってほんま。一番普通にしてるよ俺。本当っすか。いやでも立ち回りとかはちょっと勝ちをおよそ目指してるとは思えない。じゃあ諸ゲンの方が怪しいわ。いやだって北斗得意な奇襲。タケさんもちょっと楽しむフェーズいっちゃってるんで。違う、全然違う。カンパしてるもん今、挙動いいもん。今挙動いいよ朝。あ、本当ですか。うん、立ち上がりはよし。確かに。あれ、タケさんこれなんですか、いつもと画面違う。あ、夜、夜、夜広角暑い、あの直撃狙える。あ、なるほど。ちょっとあんま出ないでやめてもいいですか、ね、今夜でいや、このまま。いや、めちゃくちゃ変やで、変なことしてんの。本当ですか。めっちゃ変なことしてる。いやいや、ちょっと分かんない、あんまり知らない台打つとやっぱ恥ずかしいんで。いやまだ打った方がいいですかこれ。いや、分かるやろ、熱い熱くないわ。本当ですか。あんま、あとは普通に当てれればどうかっていうことですね。うん、直撃当ててほしいな。え、僕にいいですか。それたまにナビ出るやんか、はい、外れて、あ、チャンスみたいなの。そうそう、はい、チャンスリプレイみたいになるんだけど、はいはいはい、それも夜だったら 40% ぐらいあるんちゃうかな。あ、そんなにあるんですね。とか、そうそう、何気に出たら暑いのよ、外れろっていう。同一系の演出が連続してる。あ、ダイトといえば同一系の演出、はい、暑いよ。あ、チャンスゾーンはいくけど直撃出てけえかな。あ、これチャンスアップじゃないですか。おう、さあな、どっちが出てくる。潜入か、潜入。もうリプレイでもベルでも何でもいいんで、とにかく引けばいいんですね。そう、あ、でここで一旦ストップする。そう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 、なるほど。攻撃パート、あ、そう、それはもう、これはもう、この間に、あ、うま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 
最低でも2回までは。あら、あ、セーフ。おう、あ、うまい。で、青。そこで 20% ぐらいかな。 20%。 あ、いいぞ。まだいける、まだいける。あれ、あ、なんで、なんでこれ。そうそう、その抽選もある。なるほど、うん、そこはね。あ、そこで攻撃。ああ確かにちょっとこれイライラするな。するのよ。はい、いいぞ。おお、オッケーオッケーオッケー。うまいね。あと1回。ああ、どうだ。そこかがね、弱いから、はい、もう1回入れてものにしたいとか。おお、しょしょしょ。それで 60% 以上になる。こう上がればですか。うん、上がるでしょう、さすがもそれは。いやよし、うまいな、ほんまに。いきましょういきましょう、緑。チャンスゾーン中に結構金使いますね。いや、これそう、引っ張ったら引っ張ったで、はい、AT 期待度高まるけど、はい、コイン使うっていう、そうですよね、謎の現象が大きいんだよね。ああ、果て。まあまあまあ、でも緑まで行ったから。マットか、マットじゃない、一応一番強い敵。あ、頑張って頑張って。ああ、弱いですかこれ。チャンスアップらしい。ああ、そっから逆転もある。いってくれ、頼む。よし、ナイス AT。 はい、よかったっす、ナイスナイス。よし、うわ、懐かしいな。二択、ここ当て、今当てたら多分20ぐらいもらったでしょう。あ、はい、ここ25まで行くと、はい、あの暁とかを抽選してくれる。ああ、なるほど。お、いきなり、あ、はい、これここでバレル変えれる。ああ、どれがいいですか。曲、いや、曲どうでもええねん。曲じゃない、曲じゃないですか。下下矢印、下一番どうでもいい曲とか。ああ、これですね。うん、じゃあ僕 50% ぐらいにしてます。ああ、50間とか。はい、これやっぱホールで売ってるとやってる人多いよ。ああ、本当ですか。うん、これ以外ないですか。ない、それだけ。それな、あ、おもろいですね。あ、楓出てくるやん。あ、本当ですか。これ楓煽り。あ、もう一回出れば。うん、あ、もう楓くるくる。だから、2セット以上買って。あ、それも設定さね、多分あんのよ。あ、いい方ってことですか。うん、俺単発やったけど。ちょっとやめた方がいいっすから、これ。いや、もう意味わからんけど。打つよ、俺。あ、本当ですか。全然。いや、ちょっとね、進化した忍びを打ってほしいんですよ、はい、ちょっとした特化ゾーンもあったりするんで。あー、なるほど。まあ、基本はやっぱりゲームスワーの世代だよね、はい、レア役からのって感じですかね。そう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 、あのベルフリーズとかもあったり。そう、あるある。あー、もうそれ上乗せ確定。確定ですか。確定プラス圧、今ならなかったね。あ、そうですね、確かに 50% だから。チャンス名でしょ。あ、スイカだ。あ、熱いじゃない、50以上ですか。おー、100。え、売りました。めちゃめちゃ嬉しいっす、武さん。いや、どうも。いやいやいや、めっちゃいいなと思って。あ、よいよ、よかったです、めっちゃ嬉しいっす。おー、あ、これこれ。お、止まって。何狙うんですか、これ。いや、見てるやん。めちゃくちゃ出てるやん。いきます。7×7。あ、いや、止まらん、ね、これ上乗せした時にチャンスくんだよ。ああ、そうなんすね。そうそうそうそ う, そうで、うこれちょっとプチボーナス煽りしてる。ビジボーナス煽り、ホントだ。初上乗せが100はいいね。ああ、そう、そういえばそうっすね。うん、いや、縁起いいです、今年のパチスロ。初打ちで4月の初めで、しかもこうやってちゃんと勝てる、勝ちたいっていう気持ちが乗ってる時に
いやマジで、はい、ずっとなんか俺にこう振ってるけど一番怪しいで僕ですか。俺ずっと言わんかったけど誰が怪しいですか。虫くんが虫くんが本当ですか。うん、いや俺も竹さんが一番怪しい。いや言い筋じゃない俺に、まあ、隣にいるしいやそ普段の竹さんあんま知らないところもあるじゃないですか。まあまあまあそれ打ってる時も、はいはいはい、僕の思ってた竹さんよりちょっとリアクションとか薄いなっていうのはありますね。あのこうなった時はもうすごいよ。あ本当ですか。うん、僕ちょっとあの悔しいなーがどうしても引っかかってるんでいや全然悔しくなさそうに。めちゃくちゃ悔しいよ本当すか。うん、悔しい、いや、めっちゃ悔しいわ。本当すか。悔しいっすね。で、竹さん当選じゃあ2人が、うん、あの人狼じゃないとして手で話しますけど、うん、ある意味僕ら乗り打ちになるんで。ほんまや。はい、ちょっとあのこんなこと言うのもあれですけど頑張っていただかないと。いやもちろん、はい、それはそういやその観点から僕は一生懸命やってるのに竹さんがちょっと怪しいなっていう一生懸命やってる。あそうか、あ怪しいはちょっと申し訳ない、はい、疑ってしまった。それはすまない。ちょっと疑うのやめましょう。これ やめよう、はい、ちょっとカット。疑心暗鬼、はい、おーおー乗った。チャンス目、チャンス目、うん、チャンス目は確定ですか。じゃあこれだった時点で確定ってことですか。そう確定、はい、チャンス目も確定、はい、あとボーナスも一番ちょっと期待ができる、期待ができる 10% ぐらいだけど出た。うわ止まりそう、止まりそう。おお今なんかちょっと音違うかった気がする。あ本当すか。いや分かる、気のせいかもしれんけど。やるこれはやっぱりあの大花火みたく狙った方がいいですか。これいや止まらへんのよ。止まらないですか。あ止まらない、はい、やったやった。ここからじゃ あこれで前言った上位を20ゲームできるんだよ。ああなるほど。でここでゲーム数でっかく上乗せしたら全部上位であの枚数取れるから。はあでかいのよ。やめたほうがいいですか。いや俺打つよ。いやほんと打ちます打ってくれるんですか。竹さん打ってくれなそうだったんで。あ1万円使ったわ。うわ1万円マジでなんだかんだ喋ってたら。竹さん金出てくるとこ怪しくないですか。財布とかじゃなくて財布持ってないのよ俺。え今日だけ持ってきてない。いやこれが財布なの。あそうなんすか。そうそう。あ違うわ俺こっちに入れたわ。え違う今のマジで違う。朝一本当にあこっちに移しとこうと思ってほら センサーとか こんな経営でもらうわけないでしょ。あ、そうそう。竹さん今のはほんま違うってほんま偶然今のは。逆に竹さんそれで人狼じゃなかったら俺怖いっすよ。竹さんじゃそういうちょっと演技して演技してないってほんまにナチュラル演技は怖いっすって。いや違うほんまに違うからやめて。ちょっと怪しくなってきたな本当に怖いっす竹さんがいや乗せないと。うわいきなり入れるかいいな。赤月来ました。あまあまあ上乗せ確定、はい、何引いても。竹さん何引いても乗るって言ったら乗らないっすよ。いや違う違う レイクあレイクそんな余らない。いやさなんか5ゲームとか10ゲームぐらい乗るのかなと思ってああなんだこれ。あれ先ほどなりましたよね今ね。だったこれは10とか乗る。あ5あ5最低5だ。いいよあここも増えそうそっちが増えるから増やすのよその。あ、終わっちゃった。そんなもんちゃそんなもんなんで。あ、ツボにはまればってことですね、うん、あそこで3桁乗したりとかしたら。あ、そっか。ちょっとタイミング悪かったな。お、またチャンス。
あ、 これすらも来ないときがあるってことですね。そうそうそう、はい、わ、朝一の挙動にちょっと騙されてしまったな。あんま良くない。あ、チャンス目、それチャンス、これチャンス目、うん、チェリーが並んで、ここベルダメなんじゃないですか。いや、3連、3連だったっけ、うん、向こうライン3連チェリーになってるからちょっとチャンス目。ボーナスの可能性もあると。楽しそう。あ、まだ3桁持ってる。はい、しかもまだワンセットあるわけだからね。あ、そうですね、めちゃめちゃ嬉しいです。薄くない、嬉しさ。え、嬉しさリアクション薄くない。 めちゃめちゃ嬉しいです。俺の悔しいより。悔しい、あんまり僕は感情を表に出すタイプじゃないので。ああ、はい、なるほどね。こう内に秘めた嬉しさっていうんですか。なんかガイドの人ってすごいこう爆発させるイメージあるけど、あの、それこそ嬉しい時より切れてる時の方がみんな爆発しちゃいますね。どっちかどっちですね。スワーっていう方が。なるほどね、はい、竹さん嬉しいとかあるんですか。いや、めちゃくちゃあるよ。パチスロー、もうそれもある。その感情はめちゃくちゃある。悔しい、嬉しい、悔しい。喜怒哀楽はめっちゃ強いよ。あ、それパチスロに限らずですか。いや、パチスロだけ、パチスロだけ、うん、そうね、変わらず持ってるね。それってやっぱりもう金かけてなんぼっていうところあるってことですか。あ、絶対そうだ。ショールームなんで喜怒哀楽出ない。あ、僕もですね。だから経費打ちなんか持ってるほうがよ。いや、本当ですね。悔しい、いや、めっちゃ悔しいわ。本当ですか。悔しいですね。当然悔しいってのは本心で出た悔しいってことですね。いや、めちゃくちゃそうよ。わかります気持ち、一緒なんで。けだ、ほんま怪しい。いやいやいや、ほんまに。いや、マジマジで竹さんって怪しいですよ。いやいや、俺ほんま普通だ。逆にまあ僕ら今横にいるからあれですけど、ゲーンどうなんですかね。まあ確かにね、こう、はい、企画を成立させようとすごい必死に説明はしてるけど、はい、はい、怪しいっちゃ怪しい。暁を負けやからな。乗せるな。お、チャンスでか。追加。うまいな。いやいや、マジで嬉しいっす。あう、残念。おう、チェリーで50でかいっすね。いけ。あー、くそー、ちょっとどうなってんだ俺で。ややくでも竹さんクラスになると、うん、その出ない打ち方とかレバーの時とかできるってことですか。そんな俺自由自在にできるやったらフェラーリ乗ってるって。ほん、ま、あの出ない方だけできるみたいな。いやいや、うわ、嫌やなその得意。あのでもほら、閉店間際とか引くな引くなの時あるじゃないですか。あ、あるある、はい、竹さんそれできんのかなと思って。いや、できるか。ちょっと何もできないぞ竹さん、怪しいぞ。あの一応聞いときたいんですけど、どっちから忍び打とうって言ったんですか。あ、いや、俺偶然で、俺忍び打ちたいなと思ってて、パッと俺角を座ったの。そしたら竹さんが、あ、俺も打つぞって言って、本当これは本当。竹さん、ダメな台だ、これはあかん台だわって言って、やめないんだよ。まだでも、僕はまあ7-3ぐらいで考えてますよ。俺がちょっとやっぱり純粋に下手くそな可能性もあるから今ここに来て言ってんのもちょっとフェイク入ってるかもしれないぐらいに思ってる。だから僕はその2人の会話が分かんないから。ああ、だからまあどう見ても怪しいですよ。怪しいけど、怪しい、当然そのまんま受け取っていいのかなっていう。え、これでもしプラスで終わってまあ当てたらそれ以外で山分けってことですよね。僕も今3回目で、ああ、これ次第ではプラスになります。ただ内容はあんま良くないからどうしようかなって思ったんですけど。ああ、え、いやいや、あの今日何やるんですか。ちょっとお前
並びで強い傾向があるんですけど、角3、角4がもう朝から天井行っちゃってるんですよ。あ、今当たったか。お前、天井行った人指さすなって天井行った人指さすな、お前ダメだよ。だからちょっと、うん、その並びの対象ではないっていう。あ、並びのレーンからは外れてるってこと。その角にも朝から400、500手前ぐらいまで行って当たったから、だから僕も3連続中段陣で当たってるだけだし、じゃあやめた方がいいな。あの奥の方がちょっと強そうですね。ああなるほど、あっちがだ。モンキーの即やめ台とかあるから、あ、まあ、その辺もちょっと視野に入れつつ。加藤ちょ、どこまで話せばいいのかよく分かんないですね、うん、言っとくけど俺当然人狼じゃないから。いや僕も人狼じゃないですよ、うん、人狼だったらこんな真面目にやんないですよ。いやそうです、俺も勝ち、今俺勝ってるし。そう、勝ったらダメですからね、人狼は。そうそうそう、うん、そうプラスを目指しちゃダメなんだから。あ、もちろん。だから一番企画に忠実にやってるかもしれないあのね、ついにタケさん、あのレア役引かない打ち方を使ってるらしいからあれだめ、レア役って教えてるんですか。何が教えてるんですか、自分から自ら俺人狼だよみたいなこと言ってる。いや言って、いやいやいや人狼じゃないって言い張ってるけど、あとチャンスゾーンとか外すたびにちっちゃい声でクソーって嘘でしょ。いやこれは俺は本当に今のところ、もちろん自分が人狼じゃないって手で言うと竹さんが一番怪しいいや僕から見ても一番怪しい。怪しい。竹さんから見たら誰なんだろう、ちょっと聞いてくるわ。竹さんに誰が怪しいか。僕もあの万が一移動するときとかまだ言います。あ、了解了解。あの乗り打ちですから。あ、そう、もちろん、森もちろん頑張ろう。はい、大丈夫かな生駒さん。トランプを配り終わって一番最初に口を開いたのも生駒さんだったんだよな。シローラ、まあで分かんないな。鈴虫さんだったとしても多分鈴虫さん自分のカードがジョーカーだったら多分喋んないよな。あの人自分から喋ったら多分怪しいって思われるって分かってる気がするよな。そう考えると生駒さんは騙す気なく、ただいやそれちょっと難しいな。そうだよな、でもこの見た目のさ、今初当たり確率が253分の1になっちゃったのよ。これ即やめしたらちょっと怪しまれるような、なんか変に疑われるようなこともしたくないんですよね。その人狼がある程度固まってきてるからなおさら。一緒に打ってるならね、それこそ挙動とかでいろいろ教えれるけど、あ、今スッて離しちゃった、 ずれた、バッて、うわマジか、うわびっくりした、ピコンって出たから1年目に流れるか。弱水か引いてちょっと焦ってずっとずれちゃったな。そろそろケンシロウ、こういうのが続けば流れはあると思ったんだけどな。いやマジこれでも単発食らってさ、疑い晴らすためにちょっと打つっていうのが最悪よ。まだまだ安心するな、そもそも避けろ。いやもう今日は食らいたがるな。あんのよこういう日、全く避けない日。よしよしよし、単回帰。いや今日単がないからそれだけでもちょっと安心して打てる。うわー止まってるわ、パンチダウンは危ないって。
一人ならもうここはやめてますね。この挙動で今チャラぐらいで済んでるんで、ジャックスイカがいくらなんでも働いてなさすぎるのよね。いやもういやいやいや、え、そんな悔しいやり方します？クイーンとかお前怪しいな。その流れはおかしいですね。誰も信用できない。あ、立ち上がれ、うわー、いったいったいった。立ち上がる瞬間に消えるやつ、かっこいい。うおー